YouTube に上げたことがないです。はい、彦坂直義です。本島でのギャラリーアルテさんの展示で、新しい作家の方をご紹介します。こんにちは。あ、こんにちは。お名前言ってください。松宮翔子です。よろしくお願いします。で、これはガラスで作ってらっしゃるのね、はい、この。そうです。どうしても YouTube だとこういうふうに光っちゃうので、はい、本物の肉眼とちょっと違いますけど、はい、今あそこでも、あそこでね、はい、お仕事やってて、あ、こちらもありますね。これも肉眼で見るのとちょっと違いますけど、こちらの方が比較的、これみんなガラスですか？この中のあれはどうですか？中のはガラスなんですけど種類が違ってて、中の方は窓ガラスの廃棄されたやつを使ってるんです、ね、そうですか。でもこういうガラスのお仕事っても初めて見ましたけども、はい、綺麗ですね。ありがとうございます。土間の方に、奥の一番最後の土間の方にも一番大きい作品があります、ね、うん、あ、そうですか、はい、はい、じゃあそちらを拝見に伺います。あとはまあこの辺はどこですか？懐中電灯で、はい、今の彼女はルークヒープっていうガラスの生命体を標本にして作ってるっていう、そういうのでこう懐中電灯で探してもらう。この部屋はもう会期中に少しずつ増やしていこうと思って、いろんなところに置いてるんで、こういうのは全部あの島の人とか、あとはあのアルテさんからもらった、あの瓶のガラス、これはワインの瓶とかジュースの瓶とか、それから作ったもんです。綺麗ですね、これもね。あのガラスってね、奇妙なもんで、あの普通ガラスっていうとなんか工芸だというふうに思ってる人がいて、まあ工芸でもあるのかもしれないけど、ガラスの彫刻作ってるもので、あのいくつも本物の芸術というか、うん、彫刻作品というか芸術になってるものを結構見てるので、ガラスって全然バカにならないんですよね。すごい綺麗なものあるんですよね。これもね、あの人のやつも本当に綺麗で驚きましたけど、あ、どこの場だ。今ちょうど実はいい時間帯で、映るかな。この辺は本当に昼間だと懐中電灯を当てた人しかわからないっていう。だから、ああ、少し当ててくれるとわかりますけど、床の間に、ガラスのなんていうかな、ガラスの細かい繊維でこう柱のようなものができてるんですが、大変に綺麗ですね。あとここになんか、あの最初のイメージとしてはもう本当に入ってきて、植物みたいなものですね、これ。あ、そうそう、下に到着したような感じなんですけど、でもやっぱり増殖っていう風にイメージされるかと思うんですけど、全体的に子供みたいな感じが、増殖が済んで増えていくようなイメージしてるんで、あー、映りましたね。雨の中の山、こっちはええ、はい、行きます。見てもらったらいい。あ、こっち通ってもらった方がいいですね。あの、すいません、あのちょっとどこ行けばいいんですか？あ、マキちゃん、こっち通ってもらう。そう、はい、かな。あの、本当はここ通ってもらわないんですけど、はい、ちょっと今日は雨なんで。雨が降ってるからね。はい、靴が2足しかないんで、はい、ここからどうぞ。はい、あの、明かりがついてるところですね。はい、使って今、はい、これはもう部屋がいっぱい、このガラスの、糸みたいなもので、小さなスペースですけどガラスの糸でいっぱいになってますね。これだから角度的には超一流から、これもやっぱり超一流から100流とか100次元まであって、でしかも現芸術、芸術半芸術、非芸術、無芸術、世間体芸術もありますね。経営が炎上崩壊まであるのかな。だから全部一応持ってらっしゃって、だからまあざっとした分析だけど、まあ、いい作品ですよね。本日的ないい作品だと思いますね。まあ、すごく綺麗ですよね。とにかく、面白いと思いますね。あんまりこういうものも見たことない仕事でね。なんか土地屋さんの知ってらっしゃる方が、その陶器でこういうふうに
細かいなんていうかな糸みたいなのを作ってるっていうのを前話してましたよね。陶器でほらなんとかってさっきも出てきた陶器で、うん、まあ、名前言わなくてもいいですけどほらこういう細かい線の作品を作ってる人もいるってね、まあその人の名前言わなくていいですけど、はい、まあこれはまあガラスっていう線もありますけど異様に細いので、うん、繊細で、まあ、すごいって言えばすごいですね。はい、そういうわけで、あの瀬戸内芸術祭の中で言えば 本島は、まあ、なんていうかな穴場なんですが、大変綺麗な地域であり、まあ、こういう面白い作品ありますので、お時間のある方はぜひ見に来てください。